チャオ、あっちゃんです。今日はね、りょうは仕事で、あっちゃんは朝からフライで今からご飯です。じゃあ、卵焼きます。もう今日も卵だけでいいや。後でお金向いてくるね。平飼い卵、自由卵、黄身の白いやつね、何焼こうかなと。よいしょ、ちょっと油をね、ちょっと回して。よいしょ。裏返しましょう。あ、いいな、裏返しましょう。今度は野菜を、きゅうりとね、にんじんと、キャベツ。食べましょう。はい、あっちゃんの今日のお昼ご飯ね、自由卵の卵焼きと、人参ときゅうりとキャベツ、これで食べましょう。あとオリーブオイルと塩でね、食べます。まず塩をね、ちょっとここにね、パラ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 と置いて、で、これは岩とね、オリーブオイルをね、朝からちょっとね、体に塗ったオリーブオイルね、一緒にちょっとこう置いて、では食べていきましょう。いただきます。いや、お風呂入ってね、ちょっと寒くなってきた。うん、風邪ひいちゃうわ。でね、卵とビタミンとかでね、体にいいものを食べて、
風邪ひかんようにね、ビタミンを取らないと。ベースにね、オリーブオイルと塩はめちゃくちゃ合うね。甘みとね、美味しさが出る。卵にオリーブオイル、美味しい。オリーブオイルはね、結構たっぷり出して、塩をね、めっちゃ絡めるとね、めちゃくちゃ美味しいよ。これパン食べるときも、オリーブオイル食べてめちゃくちゃ美味しいね。幸せな感じやね。朝ゆっくり起きてね。で、朝ゆっくり起きて、まあ、子供のね、あの仕事を送り出して、で今日はなんかちょっと遅い目から出勤らしくて、で送り出して、でからお風呂入って、でお昼も適当に好きなものを食べる。いいんじゃないの、こういう生活。この好きなものが体にいいものやったら文句なしでしょ。キュウリって意外とね、栄養がないって言われとったんやけど、意外とキュウリっていいんやって。なんかそういう研究が出た言うて。でもね、ほんまに自家菜園でできたらほんと文句ない。何やけどね、いつかやったろ。意外と自家菜園大変ね、虫ついたりとかなってね。でも畑でやるとね、水まきとかほとんどいらん、自然の雨とかで払ってくれるのね。ただやっぱり毎日の手入れ、虫とかをきっちりしないと食われちゃうのね。そういうとこをちゃんとしてたら大変やね、農業って。大変やけど、それだけの実りはあるから。だから本当にね、本来体にいい農業をやっていくって、すごい大事なこと。ほんまに中村村いつか作りたいなと思う。理想郷よ、やっぱりそれが、ね、自給自足でいいものを作って、でそれをみんなで食べて、みんなで、一人ではね、力では絶対いけへんから、みんなでやっていく。それでみんなで笑う、こっちだと思うんだよね。ないとね、いいものができると思うよな。周りから見たら新興宗教に見えるけどね。
みんなでね、元気に幸せになれたらいいんじゃない？と思うんだよね。自然なものを自然に食べて美味しくいただいて、で、ね、健康になれるって最高やと思うんだけどな。だからね、今緊急事態宣言やマンボウや言うて街中が騒いでるけどね、まあ一つ田舎、奈良に住んでるからっていうのもある。でも奈良だって過去最高のね、あの PCR 陽性者が出てる中で、なら危険なのか危険じゃないのか、まあ分かるわけね。そういう世の中や。それをみんなもう気づいたでしょ。1年間自粛してきて、1年経ってきて、今年も去年以上に多くって今一番多いんでしょ。おかしいと思わへん。これが仮にね、コロスケウイルスがあると仮定してあれだけ有識者とか学者とか医者とか頭がええって自負する人が集まって1年間対策取ってきて増えてるってどういうこと？抑えられてへんってことは無能やっていうことやん。その人たちの言うことをまだ聞くのみんな。あれってやったら即収束できる自信あるけどな。収束させたらあかんのよ。それは世界長者番付を見たらわかるでしょ。変なとこ入った。食べながら食べるね。変なとこ入るんで気をつけましょう。世界中の人がね、たっちゃんのこと聞いてくれたら簡単にコロスケなんか収束する方法あるよ。みんなが信じたら教えましょう。簡単なこと去年やってきたことの逆をしたらいいね。それだけです。はい、ということでね、今日のあっちゃんのお昼ご飯は卵焼きと野菜でした。美味しかったです。で、卵焼きは塩とオリーブオイルだけです。いやー、体に良さそう。まあこういうの食べてね、ちょっと質素に素食をしてると体にいいと思うんでね。まあ今でもあっちゃんめちゃくちゃ元気よ。眠たいのは眠たい。で、喋り方だるいのはこれあっちゃんの喋り方。で、やねんけど、元気は元気。だからいつでも外へ飛び出したい感じ。やねんけどね、また今年も全力であっちゃんでやっていきます。自粛なんてクソくらい。ではまたね。バイバイ。